ックボディにストレートでのストレートを磨きました原田。おっとパーカット危ないところ、今度は右です。この回はジョフレ右のアッパーを見せます。やっぱり5回にですね、倒しとくなってから7回あたりやはりちょっとね、チャンスと見たらやってきますよ。またアッパー盛んにアッパーを振ります、原田作戦的にはこのところ盛んにクリンチワークを使っております。右のアッパーカット、しかしジョフレはさすがにうまく打った後すぐガードを固くいたします。大きなアッパーカット、これははっきり分かりました。